これ例えばだよ、ここに岩があったとするでしょ、うん、岩ねえかな、どっかにあったあった例えばこういう岩があったとするじゃん、うん、こうやってで、こっからさ、こうガッとこうここに埋まってたとするでしょ、うん、そしてこういう風になってある時何かの弾みでこうガーッと雪でこう降りてきて止まったと、うん、だけどやっぱり上に伸びたいからこう伸びていくと、うん、で岩からはみ出して上に伸びたと、うん、でそういう想像をねしてほしいわけよ、うん、大変だな、お客さんにそれ教えてなきゃいけない何から何まで、でそういうことを考えるとね、うん、これ今思いついたのは、だってここに載ってた本にはそんな軽石なんかないからさ、うん、全部ケトチで寝ぽけてたよ。ああ、それはそれでいいけどさ、これねこういうふうにこうあの枝あったのを挿し木したのさ、あだからこう枝から出てたやつなんだ。だからこれを独立してねこうは針金かけてこう作ったら面白いんじゃないか、こうやって。それ別に針金かけなくてもそれだけで面白いんじゃない。あ、そうか。したらさ、うん、これねでも枝って枝少しぶつかってるとこ短くて短くして、いやそれなりにもう短いからさくねくねすることないね。あ、することないって言われりゃそうだな。これで、うん、余分な枝ちょっと払ってな、うん、いやベーッと間延びしてんだな、負けてもいいけどさ、こんもりしてるしね、うん、そういうのも必要だよな、うん、本当の自然のまんまにして。そうそうそう、あの昔はさあの針金なんてかけるってことなかったらしいんだけど、うん、全部ハサミで作ったんだってさ、うん、それと同じようなことでさ、うん、俺も全部ハサミで作るか、こうやってこれだけだよね。あとどれ、うん、そのこうこのようにランペ、うん、これちょっとこうねこうこれもさこうあったら隣とふっつくとまたさ、うん、そうだね、ふっついてるだけだけかっこ悪いでしょ、うん、だから背の高さはね低くてもいいんだ、別にこんなになくてもいいんだ、これでいいんだ、こういう感じで。やっぱり針金だらどうでもなるけどやっぱり難しいもんだねハサミだけ作るっていうのは自然さを出すために。だけどあまりふついてるとかっこ悪いから、うん、一本一本が独立してるように見せたいでしょ。そうするとさ枝を切らなきゃなんないんだよ、どうしたってね、うん、でこれがさなんかこれこういうふうになってんだけど、これ2本も3本も立ってんのおかしいでしょ。これいらねえんだか、いらねえ、それね、これこうでしょ、こういうちょっと離れてみたら分かるけど、こっちもどれかいらねえ、なんか密集してるんですよ、これいらねえか、うん、どっちいらねえ、これだな、これだね、長いもん、こういう感じ、うん、おいいじゃん。それであといいちょっと長いとこちょっとこう落として、うん、いくの、所長これスニッパーもないだいぶ治ってきてんだよこれ、うん、最初スニッパーひどかったんだけどこれスニッパーでしょ、みんな治ってんだよこれ、うん、なんかいいね、うん、これないの、これなくてもいいな、これでいいな、うん、ねえここだってちょっと長い感じしない、うん、長いね、先っぽいったらやっぱり短い方がいいんじゃないの、そうでもないの、いや短い方がいいけどさ、これこのたこれこうするか、切っちゃうかこれ、ここ、うん、すごい木は斜めだけど、そう葉っぱの先端は平らなのがいいんでね、うん、これちょっと短くするわ、みんないっそ先の方行ったら短くなってもいいわこれ、うん、いやちょっとさこれから出るってことも多少期待してさ、そうだね、あまり期待しないけど多少期待してさこれから出るよっちゅうのちょっと期待してこんな感じで、うん、どうでござる、いいんじゃないねえ、うん、これだったらこれもう何も知ることないでしょ、キャッキャッ、これで岩の間からピュッと出たらいいね、うん、これ完成、うん